よしよし、体力には定評がある。ユーロさん、やの無料でこのクオリティ、無料でこんなに楽しいの、無料漫才、無料漫才、ああ無料のコーナー。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、無料のねスチームゲームを紹介する無料というコーナーをやっていたんですよ。そしてもう100ゲーム紹介しているんですけど、はい、半年前にヘブンズ・バンレッドをね紹介した以来になりますね。久しぶりの無料ゲーム紹介ですが、今回ね話題になっているゲームがあったんですよ。スマホで見たようなタイトルだな。アロー・ア・ローというゲームを紹介したいと思います。ね、アロー・ア・ローって、アロー・ヤを2回言ってるだけみたいな感じですけれどもね。はい。どこぞで見たようなスマホゲー。はい。使うのは左右だけっていうね。はい。ありますけど、アイテムを取りながら強くなりながらね。はい、敵を倒していくんですが、これがまたすごく絶妙なバランスなので、やっていきたいと思いますね。はい、5742やってますからね。めちゃくちゃやってる。そして、インターフェース、日本語あるということで、はい、早速やっていきたいと思います。楽しかったでござる。起動するよ。よしよしよし。ゲーム開始。はい、剣の CD、剣の CD、マイナス15。はい。あ、これ行っちゃいけないのか。ジャンプあんの？ないな。体力回復か。体力プラス 5! OK。やな距離プラス 2! OK、取れた。これ強制スクロールだから、もう取らないといけない。なんか実績ガンガン回復してるけど。A か D、A か D。あー、無視だ、無視だ。いやー、ダメージ1いこう。前もって、ここに来とかないと、倒せないんだよな。だからもう81だったら、この矢の届く距離に、こう、いとかないとダメ。あ、なんかでも、強制的に倒れてくれるんだな。なんか、104とか関係ないところで、なんか倒れてくれてるような気がしなくもないな。ほらほら。あ、そうか。さすがにこれ当たってるからか。なるほど。はいはいはい。再開しよう。まあ、当たらないようにね、それはさすがに行くしかない。はい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 。で、釣り木の数。はい。これでやっていかないといけないから、これ絶対なんかテクニックでやれるんだろうな。運とかじゃないよな。こんなでかいやつが50っていうね。はい、どんどん倒していきましょう。はい。さあ、なんか速くなっていくんだ。いや、できるだけこれ、危ねえ。今のはどうなんだ？ダメなのか？どうなんだ、どうなんだ、どうなんだ。もうなんかどっちかを選ぶとかそういうことじゃないよね、もう。よしよし、順調順調。はい。剣の距離プラス1。これでだいぶ当たりやすくはなった。倒してよ、倒してよ。よしよし。もう早めにこれ行くしかないんだけどね。よしよしよし。あ、無理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 ゲー。あ、でもいった。矢の数に矢ダメージに矢ダメージ6、矢の精頻度6か。どれがいいんだろう。頻度を優先する。いけ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 。やっぱり頻度じゃない。ここは有利不利あるのかな。175になってきた。いけんのか。絶対無理だろ。無理だな。ペットも取ったけど、よし、体力18回。これ体力どこにあるんだ？目安がわからん。もうでも行くしかないよ。行くしかない。よしよしよし。126、こっちだな。もう左右しかないからな。やることといったら。え、これ自分で行けないよね。お、再開再開。お、メニューに戻る3手なんだ。あ、達成す、ね。初めての死亡。最初のボスを倒す。あ、ボス倒したんだ。倒していた。はい。またこれ最初からでしょ。あ、そうかそうか。100って出てるやん。自分の体力。牛穴だったわ。どっかなんか UI がなんか出てるのかなと思ったら、この自分の100だったわ。はい。この矢の距離2とかも確実に取っていかないと、こいつがボスか、ひょっとして。
確実に取っていかないとダメだから、ここで急に速くなる、これステージ2っていうことで、多分今またこれ100だから、はい、まあでもこれ無料で遊べるんだったらいいよね、こんだけ。めちゃくちゃちょっと先に行きたいよな。あー、これでそうか、72になった、なるほどな。いけ、犬に襲わせることもできる。いけ犬、やばいやばいやばい、オッケーオッケー、あ、なんか取っちゃったけど、ギリ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 いったかな。矢の速度上げて、よしよし、強い、これなんか強いぞ、3連。お、いってるいってる、よしよし、矢の距離上げていって、 OK、 いいね、いけ、噛みつくんだ、なんかスピアが飛んできてるけどお構いなしだ。さあこれで、こいつ強すぎるだろ、何回もこいつでやられる自信あるわ。またこれ最初から、え、これ自分で操作することできないもんね、体力12。そうか、もうこういうのを地道に取っていって、あいつまでに体力200ぐらいにしておきたいんだけどな、できればな。やっぱりこれ有利不利があるから、左右どっちかも選択するっていうのも大事なんだろうな。でも距離と速度だったらどっちでもいいんだよな、正直。なんか有利不利ないよね、ここに至っては同じだしな、難しいよねこれ。さあ矢の届く位置に1早くいく、はい、矢ダメージプラス2、これも大事だよね、ダメージ。あ、69になった、やばい、今回はちょっとしょぼいな。よしよしよし、こいつ避けて、そうか、こいつ鼻から当てとくと、あ、そうか、避けることもできるから、まあ体力いるような、そうか、別に倒さなくていいっていうことね、雑魚はね。剣ダメージ 0.5、 こっちだよな、どう考えても。でも宝箱を取らないと強くならないから倒した方がいいんだけど、無理に倒す必要はないっていうことは分かった。なるほど、矢の速度、矢の頻度だったら速度かな。こういう雑魚は倒しておいた方がいいと、はい、こういう雑魚も倒しておいた方がいいと。104、ちょっと今当たったのか。こういう強いやつは避ける、はい、事前に倒せそうなやつだけやっていく。あ、こいつもちょっとやばいな。で、矢の速度、これはかなりこっち、よし、こいつは置いていこう。で、そしてここはもうボスに挑む、ボスに挑む。116116、ギリ、あー、またちょっと選べなかったけど、やばい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 、こいつ勝てる気がしねえ。そういうことだな、こうやってもう無視していくしかない。あ、無理だ無理だ無理だ、19では勝てない。そして矢ダメージ上げて、よし、体力回復、38では勝てねえだろうな、290だからな相手は。ということで、こいつをどうにかして倒さないといけないけど、お、避けられる、あ、避けられないな。ユーロチャンネル、ダメージに転換するからめっちゃ強いよね、考えたら。もうめっちゃ強い、よしよしよし、いいね、ここらで体力回復、よしよし、これが倒せるようになってるから今となっていいよね。絶対無理じゃん、絶対無理じゃん。難しいと感じる場合、メインメニューのストアでいくつかのアップグレードを購入してください。そうなの、いくつかのアップグレードを購入する、あ、ストアで、あ、そういうことね。いや、絶対買うでしょ。いや、ダメージとか上げていくでしょ、もう体力めちゃくちゃ上げるでしょ、そら。ダメージも上げてさ、
剣も上げていくんですよ、そんなもの。これでめちゃくちゃ強くなったんじゃない。まあそらそうだよね、こういうのがないと絶対無理だよね。そらこういうローグライク的なね、死んだら初期値上がる的な要素ないと絶対無理だよね。そう思ったんだよ。うわ強なんかいきなり強さを実感してる。これめちゃくちゃいけるよ、多分ボスまでいけるんじゃない。ありがとう。あ、もう絶対いける、絶対いける自信ある。あ、もう余裕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 。あー、もうなんか強くてニューゲームだよ、強くてニューゲーム。あ、もう余裕余裕。そうだよな、それがないとダメだよな。そりゃそうだわ。なんでストアの存在に気づかなかったんだ。なんかストアってなんか課金みたいなイメージがあるからな。チェックさえもしなかったわバカだったな、そう考えたら。危なこれだな、赤が強いよやっぱり。そうでもない、横方向の速度上げてもしょうがないんだけど。あ、でもやばいかも、全然アイテムが取れない。よしよしよし、ペットとかでも絶対いるよね、ペット。あー、しまった、ペットが倒してくれるからな。で、あと無理はしないこと。こいつを一回倒したいんだけどな。お、矢ダメージプラス8がある、めっちゃ強くなったよ。よし、ペットの犬来たー。お、めっちゃ強い、いいね。剣の距離も上がって遠距離攻撃ができるようになってるし、なかなかいいよ。もうめっちゃ届く矢が。いけ、ペットの犬、ペットの犬がグレードアップしたぞ。よし、432、こいつ倒せるぞ多分。いけいけいけ、よし、危ねえ。お、体力プラス360きた。わあ、ドラゴンも捨てがてえ、ドラゴンも捨てがてえけど、ここは我慢して体力だ、ここは我慢して体力だ。よし、いいね、いいよいいよ。やっぱり人間我慢が必要だから、今の自分には体力がいるよ。さあ、なんだかんだでなんかドラゴンのステージ2みたいなとこまで行くよ。これやっといけたよ。あー、しまった、やっちゃった。870、いけ犬、いけ、あぶねー、なんとかいった、実績解除した。よし、ペットのドラゴン星3、よしよし、ペットのドラゴン行くんだ。ペットのドラゴン強え、炎が強え。よし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 、いいね。お、めちゃくちゃ強い、しかも体力めっちゃ回復した。なんだこの体力の回復加減は。しかもめっちゃ強え、ドラゴン体力めっちゃ回復しとこ。お、いいね、体力もプラス688にしとこ。めちゃくちゃいいよ1157になって体力しか取っていない。そして1220、これが嫌だな、この選択肢ねえだろ。よし、あれ、あいつ無視。うわー、めっちゃ強くなった、すげえ。よしよし、体力には定評がある。ユーロさん、矢の速度プラス8きたー。もう体力をどんどん上げていくよ。さあ、だんだんこうヒットポイントもインフレしてきた。敵のヒットポイントもインフレしてきたよ。でも自分もかなり強くなってるから、インフレ勝負になってくる。さあ、どうなんだどうなんだ。いけ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 、ある程度いってくれ。よし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 、よし、星4来たよ、星4来た、星4来た。一つ言えるのは、早めに炎が当たらないと太刀打ちできなくなってるっていう、強すぎるだろうっていう敵が。よしよし、117、いけいけ、やばいやばいやばい、
暑い。スコア1000超えたけど、1000超えて実績解除したけど、きつい。まだまだ未熟ということか。いきなり剣乗り。速さのマントいいな、多分。よし、これラスト、ラスト挑戦にしよう。これラスト挑戦。さあ、行きたいな。結構な遠くに行きたい。頑張ろう。あ、ラストの挑戦ちょっと緊張する。別にラストじゃなくてもいいんだけど、あまりね、動画が長くなってもいけないという、視聴者への配慮、配慮を忘れない。ユーロは視聴者への配慮を忘れない。よし、その代わり行くよ。ユーロは視聴者への配慮を忘れないから先を見せたい。この最初からもう体力が430がある時点で、この辺は雑魚なんだよな。さあ、ペットの犬を取っていく。まあまあまあ、ここら辺は許容範囲。この3連にしてみようか。1回いけるかもしれんよ、ひょっとしたら。ああ10、これ多分取ったらダメなんだろうな。マイナス5ってこれなんだろうな。取ってもいいのかな。取ってもいい気もするんだよな。まあでも取らない方がいい気もするしな。マイナス要素がない方がいいもんな。よし、いけ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 。 OK、 ライフ吸収嫌なのみで。お、ライフ吸収いいかもな。ライフ吸収するんだ、いいね。なかなかいいよ。でも絶対アイテム取った方がいいからな。意外とこう直前でギリギリで倒してもアイテムは取ってくれるんだよな、このゲーム。よし、これはちょっとこっちにかかって、で体力361、この辺はまた回復していく。さあ、だいぶ早くなってきたね。こっちだった。あ、横方向いらない、横方向いらなかった。あ、全然もう倒せなくなってきてる。やばいな、やばいな、やばい。ドラゴン、やばい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 。あー、ダメか。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。コツはですね、なんかこう矢だけではなくて、その飛び道具の犬とか剣、そして最終的にはやっぱりドラゴンがないと奥まで行けないっていうことが分かったのではないですかね。このドラゴンね、やっぱり強力になっていかないと先には進めないっていうことが分かったと思います。なんで、まあ、序盤でその飛び道具、犬、剣、ドラゴンの順番で多分いると思うので、まあそのあたりですよね。で、また多分さらなる飛び道具も出てくると思うんで、まあこの多分ゲームの鍵は飛び道具になるんではないかと思います。はい、こんな感じでまたね、ちょっと無料ゲーム紹介していきたいと思いますので、また、Steam 実況ユーロ、チャンネル登録、そして高評価お願いします。ユーロでした。また次のゲームで。バイバイ。